今日はですね、一緒に見るというエンタメというテーマでお話しさせていただきたいと思います。ですね、ファミリーミュージカル煙突町のプペルが終わりまして、もう僕の矢印は、来年のお正月にある新作歌舞伎、プペル天命のゴミ人間に向いています。でね、この作品の僕の役割を改めてご案内させていただくとですね、原作、脚本、そしてプペルのビジュアルデザインですね。で、演出は藤間勘十郎さんでして、すでに納品した脚本にどんな、そこに演出がかかるのか、魔法がかけられるのかを僕は知らないんですね。つまり、ファミリーミュージカル煙突町のプペルに比べて、僕は、かなりお客さんに近い立ち位置にいます。どんな照明になるのかも、どんな音楽が流れるのかも知らないんですよ。で、照明は、先日の武道館イベント、サーカスという学校イベントを手掛けてくださった伊地知さんなんで、まあ、かなりいい感じに、もう最後は多分クライマックスはド派手になるんだろうなと、期待しております。ただね、一つ見誤ってはいけないのが、ここ共有しておきたいなと思いました。あくまで歌舞伎だっていうことですね。何でもかんでもやって前だと、それはそれで全然面白くないと思ってるんです。例えば、そうだな、篠介師匠の落語を見に行った時に、篠介師匠のお話に合わせて音楽が流れて照明が変わってプロジェクションマッピングが使われて舞台セットがコロコロ変わってしまってついには篠介師匠のダンスが入ってきたらもうそれはもう落語じゃないじゃないですか。やっぱり落語っていうのは座布団の上でマイク一本でその中でどう見せるかみたいなところに趣がある。ちゃんと型があってですね、その型を守っているところやその型を破っているところが見たかったりします。なんかここはですね、みんなと事前に共有しておきたいな。ここを共有しておかないとなんかちぐはぐ、なんかこう期待と違うじゃないかみたいな話になってくるんで、これは共有しておきたいなと思います。でもって、ここで、話はちょっと脇道にそれます。今回のね、僕の仕事は原作脚本プペルのビジュアルデザインと申し上げましたが、脚本は書いたので書き終えたので、あとは知らないっていうことをやるつもりは一切なくてですね、お手伝いできることがあればとことんお手伝いしようと思っています。で、何ができるのかなと考えたんですけれども、海老蔵さん、およびですね、歌舞伎の看板役者さんって公演のチケットを売るために日々奔走されているんですね。海老蔵さんもブログを書かれたり、毎日インスタライブをされたり、ある時はクラブハウスに顔を出したり、やっぱり看板役者さんの人気集客力に多くのスタッフの人生がかかっているので、そこのね、責任や重圧や恐怖や不安っていうのは半端ないと思うんですね。僕もそれよく知ってます。だからこそですね、彼を一人にさせたくなくて、チケットを売るのもとことん手伝おうと思ってるんです、今回。手始めに、今日は、チケットの手売りをします。今日ね、手売りと言ってもですね、すでに発見してしまったチケットを売ってもですね、いやいや、その日のその席が欲しいんじゃないんだけど、みたいな感じで、ミスマッチが起きてしまうので、目の前で、ローチケピア E プラスのどこかでご購入いただいて、その購入画面を見せていただいて確認が取れたらツーショット写真を撮るっていう段取りでやりたいと思います。3日前に買ったんですけどそれでもいいですかっていうのはなしにしてください。それを OK にしちゃうと僕最大3万人とツーショットを撮ることになるんで、あくまでね、チケットを販売するためにやっている活動だということをご理解いただけると嬉しいです。で、今ね、紙とペンがあったらメモっていただきたいんですけども、本日11月30日の19時から20時に、新作歌舞伎プペル天命のゴミ人間のチケットの手売りを行います。場所は五反田にあるコワーキングオフィスジップです。キングコングがね、毎週キングコングという YouTube チャンネルをしている、場所ですね。住所を言いますね。住所は品川区、西五反田1丁目 26-9 西五反田ビル3階です。ビルの1階にいろり焼き玉の屋という居酒屋さんがあるので、そこが目印です。玉の屋さんの横っちょの薄暗い階段を登っていった先に、生で見ると意外とイケメンな西野がいます。目の前のね、お客さんとの感覚をきちんと取りたいので、街の列の立ち位置にちゃんと目印を入れておきますね。で、握手をしたり差し入れを受け取ったりすることはできないんですけれども、目の前で購入画面を見せていただいたらツーショット写真を撮らせていただきます。ローチケとかピアとか E プラスでのチケット購入ってログインやら何やらで意外と手こずるんで、待っている間に済ませておいていただけると助かります。といったところでね、誰も手売りに来てくださらないかもしれませんが、それでもやります。キングコング西野のね、手売りなんかで、海老蔵さんの不安がね、少しでも拭えるのであれば、まあ安いもんだなと思うんで、今夜は五反田でお待ちしております。
でもって、ここで冒頭の話に戻るんですけれども、今回僕は演出として入っていないのでどんな仕上がりになるのか分かってないんですね。だからきちんとチケットを買って、僕がきちんとチケットを買って客席で見たいんですよ。僕ね、見るのが大好きなんですよ。チケットを財布に入れて、本当に財布に入っているか再度確認してね、大丈夫かなとか思いながら、でチケットを握りしめて劇場の、お客さんの列に並んで、受付でチケットをもぎってもらって中に入って、席について開演前のブザーに胸を躍らせてっていう、一連の動きが全て好きなんですね。今回はね、それをやりたくて、でどうせやるならさ、自分が客席で見る日を事前にご案内しておくとですね、ワンチャンですね、西野と同じ空間で、見れるのならば、西野と同じ回を見れるのならば見に行こうという方もいらっしゃるかもしれないなと思ったんで、ご案内させていただきます。僕がもうすでにチケットを取ったのはですね、1月の4日火曜日の16時の回と1月12日の水曜日の16時の回です。他の日のチケットも取るかもしれませんが、とりあえずこの2回は、確定です。もしよかったら一緒に、劇場で見ましょう。まあそんなこんなでね、海老蔵さんの新作歌舞伎が一人でも多くの方に届くように引き続き頑張っていきたいと思います。今日は一緒に見るというエンタメというテーマでお話しさせていただきました。